掛川城の二の丸茶室で昨日から行われている王将戦七番勝負の第一局。二人のタイトル戦での対局は初めてです。今日は1日目の指し手が再現された後、立ち会い人が封じ手を開封し、2日目の開始が宣言されました。若き天才藤井五冠に史上初の通算獲得タイトル100期をかけて挑む世紀のタイトル戦の第1局は、午後6時前に藤井五冠が91手で勝ち、タイトル防衛に向け好スタートを切りました。持ち時間8時間のうち、残り時間は藤井五冠が45分、羽生九段が23分でした。夢の対局に大盤解説会のメイン会場は、定員130人に対し2296人分、倍率は 17.7 倍の申し込みがありました。浜松市出身の神谷浩史八段が、指し手の狙いや形勢を伝えると、参加者は真剣な眼差しで対局を見守っていました。そして終了後、会場には2人が訪れ、将棋ファンを前に対局を振り返りました。課題もあったんですけど、なんとか充実感のある一局だったかなというふうに思っています。また、そうですね、第二局に向けて、そして本局の内容を、しっかり振り返って、前より、なんていうか、第二局より、内容にできるよう頑張りたいと思います。中盤戦、難しい展開が続いていたとは思うんですけれども、ちょっとずつですね、差をつけられてしまって、ちょっと細かいところでの判断と選択に課題が残ったかなと思った一局でした。王将戦七番勝負の第2局は今月21日と22日に大阪府高槻市で行われます。